ヘラヘラしてしまいます。アトリエ・ド・サボンの野明です。洋服のポイントは、今日はこのパンツのお名前の通りの某少年をイメージしたちょっとボーイッシュなコーディネートにしました。で、ずっと気になってた馬刺繍キャップをゲットしたので、それを最近お気に入りでずっとかぶっております。あ、これも最近ゲットしました。ユニの西脇です。今日のコーディネートのポイントは、今日はこのブラウスを最近買って絶対にこれを着たかったので、これを合わせてみました。全部無地だとちょっと寂しいと思ったので、ドット柄を合わせてはい、靴もグレーと青でちょっと色を統一して着ています。普段は、昔は可愛いのが好きだったんですけど、最近ちょっと走れる感じの動きやすい服装が好きなので、今日はこの楽なレギンスとスニーカーを合わせて今日も走ってきました。めっちゃ服持ってますけど大丈夫です。嬉しいです。うん、チャイルドウーマンの梅葉です。今日はメッシュ素材のカットソー、半袖のカットソーとカーディガンをアンサンブル風に着て、お気に入りのフリルパンツと合わせてきました。フラット名古屋の縄です。今日のコーディネートはビルデサボンのスカートを主役にちょっと考えて、春らしくちょっと色を何色か組み合わせたいなと思って重ねてみました。ちょっと暖かくなってきたので、なんか袖はまくったり、ちょっとアクセサリーをつけたりして軽さを出してみました。あ、こうリンクしてます。チャイルドウーマンパーリッシーの松井です。今日のコーディネートのポイントは、パーリッシーのリンガーティーを早速もう半袖なんですけど着てきまして、それに最近買ったコットンメッシュのワンピースを合わせてきました。Tシャツがカジュアルでメンズっぽいので、レースのワンピースでちょっと甘さを出しました。ハテナの朝尾です。今日の一番のメインはユニの新作のワンピースを着てます。すごい透け感が可愛いので、中にイキの新作の黒のショーパンを入れてて、まあ、ちょっと気温差がまだある時期なので
あのジャケットを着てます。で靴もマーチンでちょっと黒でまとめて、結構今だからできるちょっとレイヤードスタイルを楽しんでます。え、撮りましょう。かわいい子発見。かわいい子、やばい、後ろにもかわいい子が。はい、フラット南堀江店の森です。何でしょう、今日のお洋服のポイントは、全身息を着ておりまして、シンプルなワンピースにちょっと個性的なシアーのブラがポイントです。後ろ姿もリボンでとても可愛くなっております。ちょっとアクセントで色味をカバンで足しましたです。ちょっと言っちゃうけど、あ、恥ずかしい。色ラインが可愛い。ありがとうございます。アトリエドサボン栄路面店の谷野です。今日のコーディネートのポイントは、なんかエプロンコーディネートがしたくて、白いパンツとちょっと別のアイテムになるんですけど合わせてみました。パンツはアイアムの商品で、ちょっと裾がフリルになって透け感もあるのがポイントです。エプロンのこれは今ちょっと販売はしてないんですけど、以前のカルドファブリカのアイテムで、首にも巻けるようになってるらしいんですけど、今回はちょっとエプロン仕様で使ってみました。 T シャツはリリリリのアイテムで、ワンちゃんオールスターワンちゃんシリーズです。ちょっと爽やかに、はい、今回はコーディネートしてみました。あ、ありがとうございます。髪型はちょっと三つ編みをクリンと。ちょっとお手伝いさんみたいな感じです。お手伝いさんコーデです。はい、チャイルドウーマンパーリッシーのチーナです。今日は、パーリッシーの新作の、行動話集のセーラーブラウスを着ています。最近購入いたしました。それにファブの、マイファブの定番のセルビッチのパンツを合わせました。でローファーでちょっと差し色黄色入れてみました。はい、チラッと。今日ちょっと寒いので中にボーダーを合わせました。でゴールドのアクセサリーをポイントで大人っぽく入れてみました。格好のイメージ、そうですね、なんだろう、でもセーラー結構甘めなんですけど、でもこう色を統一してしたことで少し大人っぽく、で髪型もちょっとピシッと、はい、ちょっと大人っぽい要素も入れて、可愛い大人可愛いを意識しました。ビルデサボンの村上です。今日はユニのブラウスとユニのスカートとアトリエデサボンのカバンを合わせました。ユニがやはりすごく大人っぽい印象なので、そこを崩したくて、カジュアルなスニーカーとカジュアルな可愛いカバンをポイントにコーディネートを組んでみました。普段こういうちょっと長めのものにはスッキリしたパンツを合わせることが多いんですけど、お店の後輩がよくチュニック丈のものにスッキリしたタイトスカートを合わせているのを見て、素敵だなと思って真似してしまいました。あと靴下もビルデサボンの透け感のあるものを履いております。イキの中島です。今日のコーディネートのテーマはオールブラックで粋らしくしました。
今日からすごい暑くなったのでオールブラック暑すぎると思ったのでちょっとチュールのインナーだったりとかパンツも少し透け感のある形でワントーンでやってます。オールブラックとかワントーン合わせがすごい好きなのでちょっと気に入ったコーディネートになってます。パーリッシーの一安です。お願いします。はい、なんかポイントとかあります？黄色と青の組み合わせがめちゃめちゃ好きなのでもう靴全部黄色と青に統一してきました。かわいい。ちょっと靴の中に古着っぽいサーマル入れるのも可愛い。ハテナ代々木原店スタッフの江口です。今日のコーディネートのポイントは下に V の T シャツを着ていてロゴが水色なのでその上からユニの水色のブラウスを合わせてみました。はい、108神楽坂店の澤田です。今日の服のポイントはもう定番で皆さんの大好きな息のマウリのワンピースに V のこちらの水玉のセットアップを重ね着しているところがポイントです。なんかこのセットアップにこの息のワンピースだけだとちょっと甘すぎてしまうのでポイントでこちらのスカーフちょっとインドっぽいちょっと系統は違うんですけどそれを合わせることによってちょっと自分らしいコーディネートだなと思って朝結んできました。かわいい。はい、ありがとうございます。